こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネルの投稿スケジュールが変更になります。新しいスケジュールは下記のようになります。これからも楽しいコンテンツをお届けしますので、 ぜひご視聴ください。今夜も眠れませんかそれとも眠くなりましたか眠りたくてもなかなか眠りにつけない夜ってありますよね今夜はあなたに柔らかな朗読をお届けします。画面の背景は単一の静かなものにしています。あなたの周りには生活の音が聞こえます。 その音にも少しだけ耳を傾けながら、私の語り声に耳を預けてください。これから、私があなたに物語を語りかけます。その物語に身を委ねて、心安らぐひとときをお過ごしください。それでは本編を始めます。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。 現代語版夜の小説宝島ロバート・ルイス・スティーブンソン現代語訳リラックスストーリーズテレビ今夜は第8章スパイグラースの店でお送りします第8章スパイグラースの店で私が朝食を終えると大地主さんが スパイグラース屋の店のジョンシルバー宛ての手紙を一通私に渡しました。そして鳩場に沿って大きな真鍮の望遠鏡を看板にした小さな居酒屋を探せば間違いなく見つかるだろうと教えてくれました。私は船や船員をもっと見る機会ができたことに大喜びし出かけて行きました。 ちょうど鳩場が最も忙しい時間だったので、人々や車荷物が混雑している中を歩き、やがてその居酒屋を見つけました。それは立派な小さな酒場でした。看板は最近塗り替えられたもので、窓には洒落た赤いカーテンがかけられ床にはきれいに砂が巻かれていました。 両側に街路があり、どちらの側にも開放されたドアがあったので、天井が低い大きな部屋は、タバコの煙がもうもうと立ち込めていましたが、かなりよく見通せました。客の大部分は船員で、大声で話し合っていたので、私は入るのが怖くて戸口でためらっていました。そんな時、一人の男が隣の部屋から出てきました。 私は一目でそれがのっぽのジョンに違いないと思いました。左の足はほとんど股の付け根のところから切れており、左の脇に杖を持っていてそれを驚くほど器用に扱い、それを使って鳥のようにぴょんぴょん飛んでいました。非常に背が高く顔はハムのように大きく、不器用で蒼白衣が賢そうでにっこりと笑っていました。 実際非常に機嫌が良さそうで、口笛を吹きながらテーブルの間を動き回り、ひいきの客たちには愛想のいい言葉をかけたり、その肩をポンと叩いたりしていました。実を言うと私は、大地主のトゥリローニーさんの手紙にのっぽのジョンのことが書かれているのを初めて見た時から、その男こそ私がアドミラル弁ーで、 ずっと見張っていたあの一本足の水夫ではないかと心の中で恐れていました。しかし、今目の前にいる男を一目見ただけで十分でした。私は船長や黒犬ブラックドッグや盲人のピューを見ていたので、海賊がどのようなものかは知っているつもりでした。海賊とは私の考えでは、 このさっぱりとした快活な気質の男とは全く違う人間なのです。私はすぐに勇気を出して、息を越えてその男が杖に持たれながら一人の客と話しているところへ、まっすぐに歩いていきました。シルバーさんですね。と私は尋ねて手紙を差し出しました。そうだよ。と彼が言いました。 それが僕の名前だ。で、君は誰なの王子主さんの手紙を見ると彼はなんだか驚いたように私には見えました。おう。と彼は手を差し出しながら大きな声で言いました。なるほど。君は僕たちの次の選出球児ケビンボーイだね。やあ、はじめまして。 そして彼は私の手を大きな手のひらの中にしっかりと握りました。ちょうどその時遠くにいた客の一人が急に立ち上がって扉の方に進みました。その扉は彼のすぐそばにあったので彼はすぐに街路へ出てしまいました。しかしその慌ただしい様子が私の注意を引き私は一目でそれが誰だかわかりました。 それは、弁暴提督屋へ最初に来た、指の二本ないあの青白い顔をした男でした。大あいつを止めて。あれは黒犬ブラックドッグだ。と私は叫びました。誰だろうと構わないが、しかし奴は感情を払ってないんだ。追い張り走って奴を捕まえてくれ。とシルバーが叫びました。 するとその扉の一番近くにいた人の一人が飛び立って、後を追いかけていきました。よんばや奴がホーク対象だろうと感情を払わせてやる。とシルバーが叫びました。それから私の手を離して、奴が誰だと言ったのか。と尋ねました。黒ブラック、何だったか。犬ドッグですよ。 と私は言いました。プリロニーさんはあの海賊たちのことを話しませんでしたかあいつはあの中の一人でしたよ。そうか、とシルバーが叫びました。僕の店にそんな奴が、ベンを前走ってハリーを助けてくれ。あのバカどもの一人だったのか奴が、モーガン奴と飲んでたのはお前だったな ここまで来い。モーガンと呼ばれた男、年寄りの白髪のマホガニ色の顔をした繊維は、紙タバコをもぐもぐしながら大分を増ずして出てきました。ところでモーガン、とのっぽのジョンはとても厳しく言いました。お前はあの黒ブラック、黒犬ブラックドッグを前に一度も見たことがないな、そうだろ ないですよ、とモーガンは言ってお辞儀をしました。お前は奴の名前を知らなかったんだな、そうだろそうですよ。よし、トムモーガン、それはお前のためによかった、と天主は大声で言いました。もしあんな奴と付き合ってたら二度と俺の家に足を踏み入れるな。それは間違いなく間違いだ。で、 奴はお前に何と言ってた本当に知らないんですよ、とモーガンは答えました。お前の肩に乗っているのは、それは頭かそれとも三穴かしか。とのっぽのジョンは怒鳴りつけました。本当に知らないんだ、本当に。多分お前は誰と話していたのか本当に知らないんだろう、多分な。おいこら、 あいつは何のことを話していたんだ航海のことか船長のことか船のことかさっさと行ってみろ。何の話だった船底潜りのことを話していました。とモーガンが答えました。船底潜りだと大変そうだね。間違いないよ。元のところに戻れ、トムのマヌケ野郎。 そしてモーガンが彼の席へよろめき返ると、シルバーは私に内緒話のような囁き声で言いましたが、それは非常におべっか使いの調子に私には思えました。あれはとても正直者なんだよ、あのトムモーガンは。ただトンマナだけでね。ところで、と彼は大声で再び話し続けました。待てよ。 黒犬ブラックドッグと、いいや僕はそんな名前は知らない。知らないとも。だがどうやら見たような気が、そうだ、見たことがある、あの野郎。あいつはよくここへ猛古じきと一緒に来たんだ。運よく来たよ。そうですよ、間違いありません、と私は言いました。 僕はその盲人も知っています。ピューという名前でしたよ。そうだったとシルバーは今は全く興奮して叫びました。うん、ピューだ。確かにそういう名前だった。ああ、あいつは詐欺師らしかったな、全く。とにかくもしあの黒犬を捕まえられれば、プリローニー船長にいいお知らせができるわけだ。 ベンはなかなか走る男だ。船員にはベンのようによく走る男はあまりいない。あの男なら間違いなく奴に追いつくだろう、きっと。奴は船底潜りのことを話してたと。この俺が奴に船底潜りをやってやるぞ。彼はそう言いながら、ずっと杖で店をあちこちとぴょんぴょん歩き回り、 手でテーブルを叩いたり、中央刑事裁判所オールドベイリーの裁判官や、妨害の経理でも特進させそうなくらいの興奮した様子を見せたりしていました。スパイグラースの店で黒犬を見てから私の疑念はすっかり再び呼び隠されていたので、私はその料理番コックをよく気をつけて中止していました。 しかし彼は私などにわかるにはあまりに心が深く、あまりに悟り早く、あまりに利口だった。そしてさっきの二人の男が息を切らして戻ってきて、追っかけていった奴を人混みの中で見失ってしまったと言って、まるで泥棒などのように度などなりつけられている頃には、 私はのっぽのジョン・シルバーの潔白なことを受け合ってもいいくらいの気持ちになっていたのであった。ねえ、ホーキンズ、と彼は言った。俺のような人間にもこんな情熱つらつれえことがあるんだ。トゥリローニー船長がねえ、あの方々はどう思いなさるかないまいましい安畜正面が俺の家内に座り込んで、 俺んとこのラムを飲んでやがったなんて。そこへ君がやってきてそいつをはっきり言ってくれたのだ。それなのに、私は目の前で彼を逃がしてしまったんだ。だからホーキンズ君、船長さんと一緒に私を公平に判断してくれ。君は子供だ。子供だけど、ペンキのようにしっかりとしている。 それは君が初めて入ってきた時に私にはちゃんとわかっていたんだ。だからこういうわけだよ。こんな古い杖をついてぴょんぴょん歩いている私に何ができると思う私も丈夫な船長だった時ならすぐに追いついて、すぐに彼を捕まえてくれるんだ。そうだよ。でも、この状態では、 と言いかけて、突然言葉を切り、そして何かを思い出したように口をアングリー開けた。感情を、と彼はわめた。ラムが三倍だ。栄根畜生、感情のことを忘れちまうなんて、そして腰掛けにドカンと腰を落として彼は涙が頬を流れ落ちるまで笑いこけた。私もそれに引き込まれずにはいられなかった。 そして私たちは一緒に笑い続けた。やれやれ、自分もなんてヤクザな老いぼれ水夫になったものだろう、と彼はようやく頬を拭いながら言いました。君と私とは仲良くしよう、ホーキンズ。これじゃあ私もきっと船の防衛並みに扱われるだろうからね。だけどさ、出かける用意をして。こうしていられない。 義務は義務だなあ、君。私も自分の古ぼけた帽子をかぶって、君と一緒にトゥリローニー船長のところへ行ってこの事件を報告するとしよう。なぜっていいかいこれは大事件なんだからね。ホーキンズ君。そして君だって私だって、信用って言ったようなものでは、これはどうも済まされないことだからね。 君だってそう思うだろう。利口じゃなかったな。私たち二人とも利口じゃなかったさ。だけど畜生。あの感情を取り損なうなんて面白いシャレだったよ。そして彼は再び笑い始めました。あまり心から笑うので、私は彼のようにそのシャレはわかりはしなかったけれども、 また彼と一緒になって笑い狂じることができずにはいられませんでした。不当に沿って二人がしばらくの道を歩いていく間も、彼は実に面白い連れになってくれました。途中にある色々の船について、その偽装やトン数や国籍などを言ってくれたり、やっている作業をこれは荷下ろししているのだとか、 あれは船にを積み込んでいるところだとか、あれは出版しようとしているのだとか、説明してくれたりしました。また時々は船や水夫などのちょっとした逸話を話してくれたり、会合を私がすっかり覚え込むまで繰り返して言ってくれたりしました。私はこれは実にいい船友達ができたものだと思い始めました。 宿屋に着くと大地主さんとリブジー先生とは一緒に着席していて、スクーナー船を検査に行く前に、祝杯に1コートのビールを飲み終えたところでした。のっぽのジョンは例の話を、初めから終わりまで非常に熱心にまた全くありのままに話しました。そういうわけでした。寝そうだったね、ホーキンズと彼は時々言い、 私はその度に全くその通りだということができました。二人の紳士は黒犬が逃げたのを残念がりました。が私たちみんなはどうもいた方がないということに意見が一致しました。そしてお愛想を言われてからのっぽのジョンは杖を取り上げて出て行きました。今日の午後四時までに全員乗船だよ。 と大地主さんが彼の後ろから叫びました。はいはい、と料理人は廊下で返事をしました。いや、大地主さん、とリブジー先生が言いました。私は一般的にあなたの発見にはあまり信用を置いていませんが、これだけは言えますね。ジョン・シルバーは気に入りましたよ。あの男は本当に頼りになるやつだ。 と王子主さんが断言しました。ところでジムも一緒に船に来てもいいですかと先生が付け加えました。もちろん大丈夫だよ、と王子主さんが答えました。帽子を持ってきてホーキンズ。船を見に行くんだ。次回は第9章火薬と武器をお送りします。 今夜はここまでです。また次回の動画物語でお会いしましょう。チャンネル登録、コメントといいねをよろしくお願いします。